ノキア3100はノキアが発売した GSM 方式の携帯電話端末である。日本でもノキアジャパンが2004年2月24日に発売した小型のストレート筐体に MMS、XHTML ブラウザ、Java などの機能を凝縮したエントリーモデル。カジュアルなデザインで画面やキーパッド部の周囲は蓄光素材となっており暗所で光る。 エクスプレスオンカラーカバー採用により外装の着せ替えが容易に可能。また着信音やゲームサウンドにより光るエクスプレスオンゲーミングカバーにも対応。WCDMA 方式には対応していないため、日本と韓国では使用することはできないが、GSM900、1800、1900方式に対応しているので、全機以外の多くの地域で利用することができる。 日本においては、ノキアジャパンが日本国外専用端末として販売していた。後継機種としてノキア三千3120があり、基本的な使用は同一である。ノキアジャパンが販売していたものには、SIM ロックがかかっていないため、多くのキャリアと SIM カードの契約のみで使用可能である。過去に NTT ドコモの関連会社、ドコモセンツーが、ムーバの海外ローミングサービス、 ワールドウォーカー G カード利用者向けのキャンペーンとして安価に優待販売していたことがあり、これには NTT ドコモのシムロックがされていた。同様にモベルコミュニケーションズリミテッドがシムカードとセットで販売していたものにもシムロックがなされていた。ありがとうございます。